チョニーズあなたの中堅らしいです。今日はですねフィード&グローフィッシュやっていきたいと思います。というわけで今日はダイオウイカちゃんもいいんですけど、何をやっていこうかなと言いますとですね、何がいいかな。あ、そういえばこの子やってなかったの。コッコスタス、コッコスタスですかね。これスナップこれがあるから、結構強いんじゃないですかね。次のダメージ量がアップするみたいな感じ。ちょっとこの子やってみましょうかね。行ってみよう、レッツゴー。はい、生まれました。ちょっと待って待って待って、ここダメ、ここダメ、ここダメのやつ、ダメのやつ、ダメのやつ、ちょっと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 、過酷すぎる、過酷すぎる、生まれる場所が。ちょっと待ってよね、ひどくない、ひどくない。ちょっとさあ、これはあ、ちょっと待って、ゲージが溜まっていく、ゲージが溜まると噛むダメージが上がる系のやつだよね多分ね。ちょっとやってみたいんだけど、誰かちょうどいい標的が、あー、あそこにドリーさんがいますね。ちょっとドリーさんで試してみましょうか。まず今ゲージがマックスの状態で噛むと、噛むと、噛みたいけど噛めない、ちょっと待って、噛むと噛む、あー、噛めない、ちょっと待って、早いなドリーちゃん、ちょっと待ってくれよ。いけ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 、カメ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 よ、カメよ、もうちょっとだろ、もうちょっとだろ、もうちょっと。結構でも動きはそんなに悪くはないですね。ドリーちゃん早いですけど、早いから追いつけないけど、ほら 2.1 ダメ。でも今この状態で噛むと 1.1、 ほら2倍ぐらいの、あー、なるほど、ゲージが溜まってる状態で噛むとすごいダメージが与えられるということですね。なるほどなるほど。ちょっととじゃあもうちょいレベルをね、上げていきたいと思います。ちょっとこれドリーちゃんを なかなか捕食できないですけど、うまいこと捕食してですねレベルを上げていきましょう。はい、ここでですねうまいこと、レベルを上げることができました。そうですね、ちょっとやってて思ったんですけど、あ、まずね、そうだ、あのさっきさ慌てててさ、この子の姿を見てなかったね。はい、こんな感じの子供でした、子供じゃない子でした。結構凶悪な顔をしてますね。見てください、この古代魚っぽい感じがすごい出てますね。ただこの青色すごく、かっこいいんですけれども、なんかこの足みたいになってるこのヒレとね、ちょっと恐竜加減がねかなり残ってますよね。原始的な感じのお魚ですね。泳ぐのに特化してないです、この尻尾とか。まるで爬虫類のような感じのね見た目なんですけれども、この子ですね意外とまあ泳ぐのはまあまあなんですが、このね神スピードがめちゃ速い。ほら見てこれ、神スピードがめちゃ速いから、一回食らいついちまえばっていうね感じので、しかも一撃目のダメージが強いので、一回食らいついちまえば的な感じみたいですね、この子の特技は。ちょっとね、ただですね噛むまでの距離が、あ、来た来た、こうやって噛みついちまえばもう離さないよ、もう離さねえよっていう、こういうねこういう感じなんですけれどもね。よし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 、ほらもう逃げられないから、これ一回噛んじまえばね、こっちのもんという感じなんですね。ただね噛むまでの距離がちょっとねありますね。あとちょっとおちょぼ口なのかな、飲み込み力が若干弱めな気はしますけどね。もうちょっとこいつダメージ量あってもいい気がするんだけどな。硬い装甲のやつにはもしかしたら強めなのかもしれません。さあちょっとね深海エリアのね近くまで来たんですけれども、ラッシーさん、あ、いたいたいた、ラッシーさんが狙ってたのはこの子なんだよね。この子が多分効率よくレベルアップさせてくれるんじゃないかと思うんですけど、集団でいるので、しかもこいつにダメージが入りやすい。違う、気がする、なんで噛めないのなんで噛め、あ、来た、ほら、あ、ほらほらダメージ入るね、やっぱりね、やっぱりね、こいつに、こういう硬いやつにダメージ入りやすいと思ったよ絶対。よしよし、はい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 、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、これでちょっとレベル上げられるかも。オッケー、よし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 。さてカニ食いまくってレベルアップしましたので、そろそろサメにね手を出していきたいんですけど、あそこに怖いね、怖いサメがいるから、怖くないサメとね戦っていきたいんだけどな。シュモクザメがあんまり見当たらないんだよねどうしようかな、ダンクルパイセンいけるかな、いけそうな気がしない、なんか特攻入りそうだよねダンクルパイセン、硬いから。ちょっとこうなんか仲間同士みたいな感じの戦いになっちゃいそうだけど、いっちゃう、いっちゃう、いっちゃうか、いけそうだよね、上からいけば、おら
おら、古代ザメ。おら、おら。あ、かじれない。仲間だ。仲間。ほら、この二人、仲間らしい、どうやら。仲間だったんですね。じゃあ、こっちのサメ行きましょうか。黒ザメ。おら、おら、黒ザメ。おい、ちょ、早っ。早いんだよなあいつそんなにね早くね泳げないのよ、この古代ザメ科のやつは。古代ザメ科のやつはそんな早く泳げないから、ちょっとそうやって逃げられると困っちゃうんだよな。よし、いけ、もうちょい、もうちょいだよ。頑張れ頑張れ頑張れ古代ザメ。ちょっと早いよ、早いよ逃げ足が全然食べれないよこれ。どうしよう、これどうしたらいいんだろうな。ほらほらほら、よしよし、いけいけ、一撃のダメージはこっちの方がでかいけど、向こうのやっぱ連続ダメージもきついっすね、きついっすね。やばいやばい、ほら逃がすか逃がすか。オッケー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 。一度食いついたら、あー逃げられた。ちくしょー、早い。あーサメ目、もうちょっとダメージが上がらないと無理だなこれ。ちくしょー、このあたりちょっとやっぱ進化の違いが出てきてますね。やっぱスピードに振ったやつらの方が有利だよな。チキショー、どうしようかなこれ。どこでレベル上げたらいいんだ。もうちょっとマグロとか食いながらレベル上げるしかないか。あ、あいつはいけんじゃねえか。あいつ、ほら、あいつ、あいつ行きたいな。ほら、ちょっと待って、ちょっと待って。よし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 、いけ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 。ほら。ほら、おし、全然弱いぞこいつ、全然弱い。こっちに全然ダメージ食らわせられないこいつ。やった、そんな凶悪な顔をしてても、まあ、やっぱね、装甲に関してはこっちの方が上ですから。はい、見てください、これですよ、これこれですから、これほらね。やってやったぜ、進化のね、違いを見せつけてやりました。やっぱりこっちの装甲めっちゃ硬いですから、これは超有利超有利、こっち超有利。はい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 、おい、肉出た、やった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 、これでレベルアップできる。ちょっと待って、ちょっと待って、噛んで噛んで、噛み砕けない、よし、肉が砕けない、よし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 、おし、いいぞいいぞいいぞ、おしよ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 し、きた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 、この感じでレベルアップしていきましょう。さあ、ようやっとですね、レベル50になりまして、サメがですね、やっと狩れるようになったんでね、だいぶね、レベルがね、上げられやすくなったんですね。ちょっと見てほしい、サメ狩りを。このクロザメちゃんに対して、まあ、泳ぎの速さでは、こう、追いつけないので、こう、上の方からね、上の方から、こう、近づいていって、あいつがこう、なんかにこうハマったところをこう狙っていくんだけど純粋なこの速さでは絶対追いつかないので、なんとかこうねストーカーのように泳ぎつつ、ちょっとずつこのね間をおっしゃこうやって縮めて、よし、こういう風に上からですね襲っていくという寸法でですね、ほらこれお肉ね、このでっかいのがね食べれるようになったので、おっしゃ、ほらほらほら、これでね、レベルがですねガンガン上がるようになったんですよ。そろそろですね、白ザメちゃんが飲めないかなと思ってるんですけどね、まだね飲めないっぽいですね。なんせ口ちっちゃいからさ、これほらこれ全然飲み込めないんだよ、これダメなんだよね。これ下手したらマグロすら飲み込めないんじゃないかな。やっぱダメージ系のやつは飲み込み力がほんとなさすぎる、なさすぎるようになりすぎてるね、若干ね。だからちょっとサメ狩りをしてレベルを上げていくしかないんですけれども、サメがねなかなか、あ、いた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 、こうやって、おい、サメサメこらサメこら、ほら、よしね、あー逃げた、逃げられた、これ逃がすと、逃がすと痛いんだ、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、いった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 、はい、オッケーですね。まあ一撃のダメージかなり来てるんで、このままもうちょっと順調にレベルをもうちょい上げて、これはもうあのクジラで一気にレベルアップしかないですね、多分飲み込めないので。もうちょいレベル上げていきましょう。さあ、なんとかレベル71までやってまいりました。相変わらずつぶらな瞳ではございますが、大きさの方もほら、古代ザメちゃんと比べてください。かなり大きく、ほら、こんなに大きいんだよ、ほら。大きくはなっているんですけど、まあ、すげえバカでかくはないんだけどね。もうそろそろね、あのね、ホウジロザメも一撃でほぐれるようになったので、クジラいけんじゃねえかなと思って。ただね、飲み込み力は全然ないから、白ザメまだ飲み込めないんですよ。ひどくないですか？こんなに大きいのに。
ね、さあ会いましたねクジラ。ちょっとねクジラに挑んでいきたいと思うんですが、多分ね行けると思うんだよね。ちょっと行ってみたいと思うんですけど、さあどうだ、後ろから行きたいな、後ろから。前に回ると不利なので、ほら後ろから行け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 、なんせ遅いからね、なんせ遅いから。あしけ、ほら1000だよ、すごくない、一撃1000ダメージ強、ほら来た、楽勝じゃん、クジラ楽勝。これボスには超強いんじゃない、もしかして。飲み込めないけど、ほら、うわめっちゃレベル上がるじゃんこれで。やったやったやった、クジラ食いまくろ、これクジラ食いまくってレベル上げしよう。おーし、いくぞいくぞ、おーりゃ、おいしょ、ほら一撃1000ダメージだもんこれ、やば、半端ないね、半端ない、ほらほら、あもう2、3発で倒せるじゃん、ほら、イエーイ、ちょっと待って、これでちょっと100レベルまでちょっとここで上げていくわ。よっしゃ、来た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 、ついに時代が来ましたねこれ。よっしゃー、さあ100レベルをついに超えました。あんまなんか大きくなってる感がないから、ちょっとね大きさチェックをしつつですね、そろそろモササウルスメガロドンに挑んでいきたいと思うんですが、クジラはもうね一撃で倒せるようになりましたね。あそこに今ホウジロザメがいますね、あのホウジロザメをかじるところを見てもらいたい。行くぞ、ほら、あれちきしょう、ちょっと待てよ、ほらほら一撃ですよ、ほらガバッ、うえい、強い強いね、強い強い。さあ大きさ見ていきたいんだが、ちょっとね重たいから、もうメガロドン行ったからメガロドン行っちゃおうかな。メガロドン、どういった、メガロドン結構 HP も高いからさ前線できると思うんだけどね、どうだろうね。あそこにいますねメガロドンと、あそこモササウルスも今いた気がしたんだけど、どこに行っちゃった、あれ今ここにいたよね、いなかった、いねえか、あれ、あ、お、いねえな、ちょっと待って、メガロドン、ほら横から、ほら、おっしゃ2000、ほれほら、やった倒した、強い、逃げき逃げき、メガロドン逃げきですよ、ほら行きますよ皆さん、行きますよ、さあかじるよ、バク、ほら2000、バクバクバク、あーちょっとが壊す、壊すまではいかないですね、一撃で、まだまだ一撃で壊すところまではいかないですが、まあでも倒すぐらいは余裕ですね、倒すのは余裕。おしよしよしよし、はい来た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 、これでガンガンレベル上げられっかな、よし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 、オッケーオッケーよ、オッケー、よし、メガロドンは倒せるのが分かったので、ここは一つ、もうモササウルスの方もですねガブリンチをしていきたいんですけれども、モササウルスいないんだよな、どこ行っちゃったんだろうな。いやちょっとねモササウルスが見つからないので、まあしょうがないからこのメガロドンを借りまくるしかないですね。はいガブリンチョー、はいガブリンチョー、はいガブリンチョー、ガブリンチョー、ガブリンチョー、あなんかこのメガロドン強い、メガロドン強いぞ、強いぞ強いぞ強いぞ、ちょっと待ってちょっと待って、オッケーオッケー、はいカジカジしましたよ、もうこれでもちょっとレベルもうガンガン上げていくね、このメガロドン食べまくって一撃で粉砕できるようになるからね、飲み込めはしないけど全然飲み込めねえの。さあついにですね200レベルになったんですが、ここでモササウルスを発見いたしましたので、モササウルス食べていきたいと思います。行くぞ、ちょっと待ってちょっと待って、モサくん、なんかメガロドンがねバグで出てこなくなっちゃったんだよね、どっか行っちゃったんだけど、代わりにモサくんがね出てきてくれた、嬉しい。モサくん、モサくん、こっち、あメガロドン出てきた出てきた出てきた、なんでだ、さっきまでいなかったのに、ほら行くよ、ガブ、ちょっと待って、噛めてない噛めてない噛めてない、ガブ、よし行くぞ、はいガブ、ドカーン、イエーイ、やったメガロドン出てきたよね。そしてね、どこ行ったどこ行ったどこ行った、あいた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 、見た見た、どこ隠れてたの君、え全然出てこなかったじゃんさっきまで。ちょっとね大きくなりすぎてね、もうね動けないんだよこっちは、全然全然動けないの、ヒレがないからなんだよね。メガロドンあれよくやるよね、なんかね最近なんかね空を見るのがね好きになったみたいですね、メガロドンはね、自分探しの旅なのかなさあメガロドンこっち来てくれ、頼む頼む、メガロドン、わー逃げちゃった逃げちゃった、ダメだなダメだメガロドン、もうこれきつい、どうしよう、飛ばして終わりにしたいんだけど向こうの端まで行くのがきついんだよね、
やメガルドン行っちゃった。戦いたかったな。ちょっとどこまで強くなったか見せたかったんだけど、いるかいるか、いた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 、ちょっと待って、頑張って追いつく。さあやっと追いつきました、メガロドンちゃんまで。メガロドンちゃんにさかじりついていきたいと思うんですけど、レベルいくつくらい、ほら1万ダメージ、ちょっと待って、モサの方感じた。ほら、1万ダメージですね、1万ダメージ。メガロちゃんはまた逃げちゃったんだよな。もういいか、あけら、いた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 、よし、ほら、おい、2万ダメージいった、2万ダメージいきましたよ。さあメガロドン一撃で噛み砕くことができるんでしょうか。いきますよ、ドーン、やったー、肉になった、よっしゃ、一撃で噛み砕く夢がついに叶いましたね。さあそれじゃあちょっと浅瀬に行って終わりにしたいと思いますが、浅瀬に行くまでに30分くらいかかりそうだ。頑張っていくけどさ、辛いよ。ラッシーさん辛いよ、浅瀬まで行くの。頑張っていくよ。さあなんとかね、浅瀬の方までやってまいりましたが、飛ぶことはできるでしょうか。厳しいかな、いけるかいけるか、行ってほしい、なんとかなんとか飛んでほしいんだけどな。ここ最後ね、飛べたら嬉しいけどダメかな。地球に飲み込まれて終わるか、終わるか、それともどうだどうだ、おりゃ、なんとか飛びたい、なんとか飛びたいところ、行ってくれ行ってくれ、頼む頼む。これなんかカジカジしてると結構飛ぶんだよね、カジカジしてると飛ぶんだけど、ダメかな、ダメか、ダメそうか、これではきついか。さあ今ねちょっとずつですが砂浜の方に近づいているんですけれども、どうでしょうか。あー、埋もれた埋もれた、異次元の方に埋もれてしまったか、これは異次元に埋もれてしまったのか、ダメか、ダメそうかな、ダメ、地面の中入っちゃったねこれ。ダメか、ダメか、これいけないか、こいつは飛ばしてくれなさそうだ、どうやらダメですね、ダメですね。こうして異次元に吹き飛ばされた感じですかね。いやーダメだ、異次元の方行っちゃいました。あ、もう世界を通り越した、世界の壁を通り越したんじゃないこいつ。え、いつもは肉塊になってしまうのについにこの世界を、あ、すごい、通り越した、通り越したんじゃないこれ。あ、まだか、まだか、あ、通り越した通り越した、見た、今見た、異次元をついについについに、この いつも抜けられない壁を通り越して、こいつはこのまま我々の世界にやってくるのかもしれませんね。